はい、ケナタンチャンネルことケナタンと言います。ということで今回はテルズリーバーのペナインボリっていうところを回っていこうかなと思います。全部のマップがね、回復したってわけではないんですけれども、まあある程度ね、再現というか復刻したんで、まあちょっとね、行ってみようかなっていうふうに言います。まあ順序的には、ペナモル6、ペナ5、ペナ51、あとはまあペナ2、ペナ3行って、まあ、まあ、ペナイモリ、森入り口ぐらいまでかな。まあ行ってみようかなっていうふうに思っております。まずね、最初にペナ5、ペナ5かな？ペナ、ペナ6だ。ペナ6行ってみこ、行ってみようと思います。で、最初のね、これペナインモリ4なんですけども、一番最初の時はこれペナインモリ4だったかどうかちょっと覚えてないんですけど、私はね、ここで、ドロップ品をね、初めてね、拾ったんですよね。確かね、栗帽子だったと思うんですけど、で、その時に、実装された時に、今だと、トゥル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 ーンってこうやって落ちる感じだったんですけど、昔はね、テキストだったんですよね。何々が手に入りましたって時に、まあ、そこの表示がされまして、で、その時に、まあ、栗帽子をゲットしましたって手に入れましたって書いてあったんで、皆さんから、チームだったんで、その時に皆さんからおめでとうございますっていう感じで、おめっていう風にいっぱいくれたんですよね。で、その時に私の場合は、おめをおめえだと思って、なんやこいつって思いながら、コメントを返してました。おめって何やみたいな感じで、煽っとんのかみたいな感じでやってみました。ということで、ペナモリ6行きたいと思います。ペナインモリ6は何があったっけかな？そうだそうだ、シクルセンサーいましたね。で、このモスっていうモンスターも、蝶の木のマップのモンスターだと思うんですけど、まあこいつからね、まあ、そう、どうだろう。まあ結構な装備が落ちたと思います。何が落ちたかどうかっていうのはね、ちょっとあんま記憶がないんで、ほんと申し訳ないです。何せ10年前ですからね。で、このシクルセンサーっていうモンスターも、まあまあ、75武器ぐらいは落ちたと思うんですけど、どうなんだろう。何の、75って言っても何の武器の75だったか覚えてないですけどね。知見みたいな感じ。何だっけな。まあそこら辺の70、モナ素材の武器を集める人が多かったんで、まあ多分そこら辺のモンスター、そこら辺の装備が落ちたんじゃないかなって思っています。皆さんは、このペナロモリ6でこのシクルセンサーから何が落ちたかっていうの風ね、記憶がありますかね。あったらもう本当にコメントいただいたらね、本当、すぐさま返信をしたいと思っておりますので、まあぜひぜひコメントを書いていただいたら嬉しいなと思います。当時の思い出をね、共有できたらね、嬉しいんでね。はい。ということで、次はペナモリ5かな。ペナモリ5行ってみたいと思います。ペナモリ5はね、何におったっけな、ピンキーメダクルとか、そこら辺のモンスターがおったと思うんですけれども、どうだったの？あ、そう、これメリーベリーの木っていうのがありまして、このメリーベリーの木ってね、実はね、ベリーが落ちるんですよね。で、ベリー落ちるんですけど、普通に攻撃すると倒しちゃうんで、バーニングみたいな感じで、とか、氷付けみたいな感じで、継続ダメージを与えることによって、ベリーがちょこちょこって落ちる感じでした。で、そのベリーを集めると何がいいかっていうと、染色ができるんですよね。例えば、ボリスの髪の毛を、まあ、ピンクにしたりとか、まあ、多分これ200染色になっちゃうと、まあ、違うと思うんですけど、とか、そういういろんな服の、ね、色をね、変えることができるんですよね。アバター染色したりね。その時にね、ベリーの、ブルーベリーの木とか、ブルーベリーとか、なんだっけな、レッドベリーみたいな感じ。ああいうやつを、調合して、まあ、色を作りましょうっていうんですかね。各町でありました。ライディアかな？ライディアにあったと思いますけど。で、ペナインモリ5来ました。ペナインモリ5は、そうね、私はね、あ、いましたね。ピンキーミラク。ピンキーミラクは確かほんと75武器が落ちたと思います。うん。あー、くにょくにょ。あったな。で、ピンキーバラ肉なんだけど、ハニービアっていうモンスターもいるんですけど、ハニービアからもこの肉みたいなエフェクトみたいな絵柄のアイテムが落ちるんですけど、あいつもね、確か、モンスターの餌になったりとかしたりとかしました。で、ドラグーンいたね、ドラグーン。ドラグーンが実装されたのも多分ここだったと思います。で、このドラグーンの奥歯っていう、あ、これセットになってる。ドラグーンの奥歯っていうのがあるんですけど、これ確かね、500シードぐらいで売れたと思うんで、このドラグーンのね、アイテムはね、意外にね、お金稼ぎにはいいんですよね。まあ、ただしね、強いんですよね、こいつら。おったね。そうや。うん。で、次に、ペナインモリ5の5の1かな。5の1に行ってみたいと思います。いやー、懐かしいね。いやー、懐かしい。
まあ、ペナインメイル5の1に関しては、まあ、5の、継続拡張マップっていう感じです。で、猫派大老いましたね。猫派大老っていうモンスターは、多分倒すと、あいつ、なんかね、雷の玉とかそこら辺が落ちるモンスターでもあったんですけど、それ以外に、まさかね、特殊装備みたいなやつが落ちるんじゃねみたいな感じの噂がありまして、まあ、なかなかね、ドロップすることはなかったんですけど、私は見ることはなかったんですけど、まあ、そんなような感じで噂をされていたモンスターでました。尻尾王子とかね、そういう 3D キャラクターみたいな感じのモンスターがいるんですけど、大ボスなんですけど、なんか出るんじゃないみたいな感じのことは、巷では噂にされておりましたね。で、まあ、その、なんだっけな、雷の玉とか、高氷結の玉とかって、ああいう玉って、実は言うと、セイラ武器とメトラ武器に使うアイテムだったんですよね。で、そのメトラ武器とセイラ武器を使うにあたって、玉だけで結構ね、装備を作ることができたんですけど、次からプンシオンとかになり始めた時に、魔法師の石っていうのが、必要になり始めて、魔法師の石と、氷結の玉とか、そういう電撃の玉とか、火炎の玉とかって使うような感じになってって、で、次に、175武器のモナっていう武器があるんですけど、モナも魔法師の石が多分2個だったっけ ?4 個だったっけなっていう感じになってたんですよね。で、190の武器が、もしかしたら、魔法師の石6個とか、そんぐらいじゃないと思ったら、ところがどっこい20個っていうね、とんでもないものをね、請求されまして、魔法師の石20個、賢者の石20個、みたいな感じで、しかもね、失敗するとね、魔法師の石が半分とかになっちゃうんですよね。んでね、それがね、またね、その、魔法師の石のドロップ率が本当にひどくて、マジでね、ドロップしなかったんですよね。最初の頃は良かったんですけど、どんどん確率が絞られてって、これさ、もうドロップしなくないみたいな感じで。1時間に1個とか2個か落ちとったものがもう普通に落ちなくなって、1日で買ってようやく1個落ちるような感じぐらいも絞られて、で、ゆくゆくは魔法師の石のバグが始まって、魔石バグかな、魔石バグみたいな感じで、もう大量ばらまき、ざらばきキャンペーンみたいなことありましたね。じゃ、ペナさん行きますね、ペナさん。ペナインモリさん、ペナインモリさん。ここはまあ、マップが広いんで、まあ、サクッと、行きますけど、ペナモリさんは、こんなマップだったんだな。そうね。まあ、普通に、祝福か、これ。違う、ドッペルゲンガーの森。ドッペさんか。ドッペさんあったんやな、ここに。うん。まあ、ペナインモリさんに関しては、まあ、普通に、ザコボスが、ザコモスか、ザコモブがいっぱいおる感じです。まあ、低レベル帯がね、ちょっと通るとこの道でもあったと思うんで、うん。ここが、桜並木ってなん、桜並木ってあれか。桜並木は、忍者村のところかな。そこら辺のところかな。ぜひともね、蝶の木のマップをね、実装っていうかね、再実装してほしい。蝶の木、私はね、めちゃめちゃこもってたんですよね。場所センスは怪物の木から落ちるんですけど、このね、ひょうたんっていうアイテムがありまして、そのひょうたんもね、ほんとね、欲しくて欲しくてずっと蝶の木のモンスターを倒してたんですよね。いやー、懐かしいね。私はずっとこもってたからね。こっから、まあ、とりあえず森の小道、行きます。森の小道ね。はいはい。森の小道行って、行きますね。まあ、ここに関しては、実は言うと、こっからね、蝶の木やったかな。チャプター4か、確かそこら辺の行くイベントで、こっから蝶の木が行けたと思います。もう多分もう実装はされてない状態なんで、あれですけど。森の小道に関しては、すごく、溜まり場にしてるプレイヤーも多かったんじゃないかなって思いますね。私も溜まり場にするところではあったんで、意外にこの中腹エリアって結構好きだったんですよね。次はもうペナイン森1行っていきますね。ペナ森1。まあ、ここら辺が最後になるのかな。うん、ここら辺も最後になると思います。うん。うん。そうやね。最後になるね、ここは。このペナモリ1位に関しては、まあ、さっき前、前回紹介したグリンツ鉱山っていうところに行くマップでもあります。で、まあ、スカルウォーリアさんとかそういうモンスターがいっぱいいるんですけど、実はね、スカルウォーリアさんのね、この盾もね、実は低確率で落ちるんですよね。まあ、それをゲットしたからって言って何があるかっていうわけではないんですけど、うん。で、この葉っぱ戦士っていうモンスターも、この枯葉葉っぱマンになってるんで、さっきのね、葉っぱマンからのちょっと強いモンスターみたいな感じです。
武器に関してもちょっと強くなるかなっていう感じの武器は落ちる感じです。防具も落ちたかな。まあ今テルズイーバーに関してはね、カード実装っていうのがまあされておりまして、まあそのカードによってはそのモンスキャラクターの特殊能力かな、能力値が上がるんじゃないかなっていう感じだと思うんですけど、まあ詳しくはねすごい YouTube で配信してる方がいっぱいいるんで、まあ、そこを見ていただけるといいと思います。私に関しては本当ね、昔の思い出をそのままただただダイレクトに、ここの動画に伝えとるだけっていう感じなので、まあそういう感じでまあ見ていただければいいかなと思います。まあ本当ね、またやり始めたっていうか、本当にガチガチでやろうかなっていうふうになった場合は、またちょっと配信スタイル変わってくると思いますけれども、まあよろしければね、こうやって見ていただけたらね、またやる気が湧いてくるかなっていう感じで思います。あとまあね、コメント等いただいたら、本当に私は喜んじゃうんで、まあ、昔の思い出を共有してくれたら、してくれる方がいたら共有してほしいなっていうふうに思っておりますね。まあ、ね、今までこうやって台本とか何もなしでずーっとダイレクトで見て話してるだけなんで、ほんとね、似たり寄ったりの話っていうかトークになっちゃってますが、まあそこはね、ご了承というかご愛嬌ということでよろしくお願いします。いやいや、懐かしいね。いやー、この BGM 聞くだけで当時のね、私の初心者の頃っていうのはね、本当に思い、脳裏に浮かぶんで、いや、懐かしいの。ということで、今回はワッペナイモリ1を、散歩行ってきました。本当ね、今度は違うところで散歩を行ってみたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。またね、こういうところ行ってみたいよとか、こういう配信してほしいよっていう、ご意見等ありましたら、行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。ではね、またねー。